ここは入っていいのかな。ほい。まあいいや。ちょっと順繰りに見てこう。ああ、よかった。なんか今日来て。ああ。いいなぁ、マジで。こういうとこで団子とか食ったら超麺だ。まあ以上元気なんだろうけど。じゃあこの画像を見ながら、あ、動画か。団子食っててください。はぁ、あ。団子食って。ちょっと後で。ちょっと風景を楽しみたい。超いいなぁ。この周りをぐるぐる歩いてたね。はいはい。島桜入っていいのかな、よくわかんないな。ちょっとだけ顔にしても大島桜いいなぁ。私にこういうのってすごい好きなんだよね。なかなかないじゃん。いないよ、ここ。まあただ犬がね連れてこれないからそこがちょっと残念かな。これで犬 OK だったら最強なんだけど、まあでも糞尿とかしちゃうからしょうがねえのか。はい、ちょっと行って、もうカゴの中に入れるだったら OK ですよだったらだいぶ変わると思うけどね。めっちゃいい。あ、ハトちゃんだ。
カジハトってなんか珍しい。いいよな、でもこういう庭園のところに大きいビルってギャップがね。あー超いい最強だな。絶対ここで酒飲んだらもうダメなんだけどと。あれこんなとこにも越えちゃうんだ。ここだけでもう一個の方どんだけすげえんだよ。そうすいませんでした。あ、人増えてきた。あ、お腹が空いた。はいはい。うっせぇ。カッコツをする感じ。いやよかったな、超綺麗で。都心のところに、都心にあるこの公園って、しかもこんな閑散とした場所ってそうそうないよな。あーすごいね、素晴らしい。トイレこれ、あ、弓道場だった。トイレないかな。あ、本当の弓道場なんだこれ。入り口にあった。花丸つけたいな。宮廷だけでも花丸つけたいな。じゃあ帰っていきますか。